ーイングは結構小手先の作業で、この手の動く幅の流れを丁寧に描いてて、でライブペインティングは体全体の動かせる範囲を思いっきり使って描くっていう感じなんだけど、ドローイングになると描いてるそばから全体が常に把握できるから、全体を意識しつつ細部を描き込めるからいい感じ。